から1941年は沖縄県出身の教育者沖縄県立第二中学校に赴任し、多くの洋画家を育てた。沖縄県首里に生まれる。東京の市販学校を卒業後、1922年に沖縄県立第二中学校に美術教師として赴任した。全民の西目声楽の作った美術サークル、黄緑会を受け継ぎ、後に、 洋画家となる、名戸山愛順、大峰聖館、大城明成、山本慶一、あに山西吉らを育てた。県立二中から東京美術学校への進学を進められて入学した伊佐川新によると、当時の美術学校には沖縄出身の学生が10人おり、うち6人が二中出身だったので、教官の間で話題になっていたという。 また、旧琉球王家の名を家に通うなどして、美術史を研究し、文化財調査を行い論文を執筆した。しかしその多くは銃、銃空襲で失われ、現存しない。氷川、その他には、沖縄学、特に演劇に関心を寄せ、しばしば本土の民芸史や、県内の新聞、雑誌にも寄稿して、沖縄文化の普及に努めた。学校での授業は、生徒に、 各自の地域にある文化財を調査させ、レポートにまとめるというユニークなものであった。21年間、県立日中で、美術教育に携わり、1941年長地府市で死去した。同校美術教師の公認として、教え子の山本圭一が赴任した。名戸山、大峰は、戦前から活躍し、沖縄の郷土意識に強く彩られた作品で評価された。 戦後、名戸山、大城、山本、安谷屋は西無い美術村に集い、また大峰も含めて沖縄美術展覧会の創設の中心となり、戦後沖縄美術を牽引した。ありがとうございます。